こんにちは、動画ファンの成田です。今回は iPhone のバッテリー残量を自分の好きなタイミングで通知する方法についてご紹介いたします。iPhone のショートカットアプリを使うと iPhone がいろいろと便利になる裏技がたくさんあるんですけれども、今回ご紹介するのは iPhone の電池残量をお知らせしてくれる通知機能についてご紹介をいたします。例えば iPhone 使っていると電池が足りなくなってしまうということもあるのではないでしょうか。 iPhone では電池の残量が少なくなるとお知らせしてくれる機能もあるんですけれども、例えば外出するときなどに、あ、もっと早く知らせてくれれば充電しておいたのにと思うこともあるのではないでしょうか。このショートカットアプリを使うことで自分が決めたバッテリー残量で電池が少なくなってますよとお知らせをしてくれる通知をしてくれる機能がございますので、その設定方法をご紹介してまいります。ではショートカットアプリを起動してください。そうしましたら画面下に3つボタンがありますけれども、真ん中のオートメーション、こちらをタップしてください。そして今私はこのオートメーション何もないので、こちらに個人用オートメーションを作成という表示がありますので、こちらをタップして先へ進んでいくんですが、すでに何かオートメーションの設定をされている方は画面右上にプラスボタンがあると思います。そちらをタップしてから個人用オートメーションを作成、こちらをタップしてください。そうするとこのようにずらずらずらっと項目が出てまいります。下へスクロールするとこのようにバッテリー残量という項目がありますので、こちらをタップしてください。そうするとこのような表示が出てまいります。まずこの上のスライドで何パーセントになったらお知らせが欲しいか設定をします。じゃあ例えば私はだいたいそうですね、 30% を切るとちょっと不安になりますので、こちらのスライダーを動かして、でこのスライダーを動かすと下の数字が変わりますので、ここを見ながら、では 30% という表示が出てまいりましたので数字 30% にしました。ここが例えば 50% がいいなという方は 50% にしていただいたり、もっと早くお知らせしてほしいという方は 60%、70% というふうにここで数字を変更してください。そして下3つ選択項目があります。 30% と等しい、それから 30% より上、 30% より下とあります。今回設定したいのは残りの電池残量をお知らせしてほしいので、この 30% より下を選択します。電池残量が 30% よりも下回ったら通知をするという設定になりますので、こちらにチェックを入れてください。よろしければ画面右上の次へこちらをタップします。そうするとこのような画面が出てまいります。アクションを追加、こちらをタップしてください。そうしましたらこのアップおよびアクション…というところ、こちら検索窓をタップして通知と入力をしてください。そうすると、このように通知に関する項目が表示されますので、一番上の通知を表示、こちらをタップしてください。そうすると、ここに通知、こんにちはを表示と出てまいります。通知の時に、こんにちはと表示するというふうになっていますので、これではちょっとわかりづらいので、このこんにちはのところをタップして、自分がわかりやすい通知のメッセージに書き直してください。例えば、このようにバッテリー残り 30% というふうに書き直しました。そうするとこのメッセージが通知として表示されるようになります。なおこの 30% という数字なんですけれども、こちらも全角で表示をしないときちんと表示がされないようなので、数字などを入力するときは全角で入力をしてみてください。よろしければ画面右上の次へをタップします。そうするとこのような画面になります。一番下の実行の前に尋ねる、こちらはオフにしてしまって OK です。そうするとこのような注意画面が出てまいりますので、尋ねないをタップしてください。これで電池残量が 30% を切った時に通知が来る設定が完了いたしました。画面右上の完了をタップして、これで完了となります。
はい。そして実際に設定したバッテリー残量が下回るとこのように通知が届きました。通知を確認することで、あ、今すぐ充電しようかなというふうに分かりやすくなったかと思います。ぜひこちらのショートカットアプリを活用してバッテリーの電池切れも防止してみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。